チや X のマンガズ、トークライブなどバラエティにも特化したアイドルグループです。全員 A 型で始めすぎるとこがたまに傷、ちょっぴり社会からはみ出したあなたにぴったりなアイドルグループです。そして2024年1月20日にファーストアルバムリリースパーティーが行われます。1月31日には私たちのアルバムが全国リリースされます。YouTube チャンネルで様々な企画に挑戦しております。今日はね、4人全員スピンでございます。スピンを探して動画を回しているんですけれども、なぜスピンかというと、今日はライブがあるのでメイクを交換してライブしてみたいと思います。ライブに来てくれたオタクが果たして私たちがもうメイクがシャッフルされてることに気づくのかっていう印象なので、うん、しかもイザナギブルーベースとイエベで、うん、かなり分かれてる、ちょうど半々ぐらい分かれてるので、うん、もしそこがシャッフルされてしまったらどうなるんだろう。大変なことになる。本当にメイクする人でさ変わってくるからね。オタクってメイク気づくかな。女の子とかさ、確かに女オタなら気づくかもしれないけど、ちょっとの変化とかね。うわ、気づかなそう。気づかなそうだね。特典会とかで近くても気づかないかもしれない、うん、今メンバー自分のメイクポーチを持ってるんですけど、目をつぶってシャッフルしていきたいと思います。シャッフル。あなたとはひなくりの木の下。はい、撮って、はい、撮った撮れました。目の前にあるの、はい、この大きいクマのみかんです。ケイトのです。やばっ、もっとちっちゃくね。はい、あ、じゃあここ交換してる感じの下だ。そうだ、確かにこことここだ。バランスいいです。うまくあれじゃない、イエベとブルベで分かれてる。で、全種類いるんじゃない。春、夏、秋、冬。確かに、やばっ、すごい。それでは、ぬまる×きづきケイトペアです。まず、私先行きづきケイトからメイクしていきます。ケイトのメイクをやってもらいます。イエイイエイイエイ。私のメイクはですね、はい、基本ピンク、おーバーガンディとか入ったバーガンディザ・ブルベの色って感じですね。まずベースメイク、ベースメイクのポイントはあんまないんですけど、とにかく厚塗りにすること。とにかく厚塗り。見るわね。こんなに綺麗だね。塗りすぎじゃない。ベースメイクのポイントはですね、厚塗りにすることなので、皆さんそれだけ覚えていてください。めっちゃ塗ってる。ハイカバープラスこのファンデーションも塗り重ねて。ということでまた重ねて。でパウダーはなしでーす。パウダーしないの？リップ塗ります。なんでリップなの？すごいことになってる。唇よ。でもミレの場合はもう既にオーバーだから。やめてやめて。オーバーしてよ。いつも通りオーバーにしてあげて。わあ、めっちゃいいじゃん。いいじゃん。そしたらですね、アイシャドウはリンレとリンメル、基本まあピンク系であれば何でも OK です。もう目のこの元の肌色が見えへんくなるぐらいまで塗るのがポイントです。ピンク好きだよ。ピンクがなってきた。ピンクまみれだ。ピンクだ。そしたら涙袋に、もう涙袋めっちゃぷっくり。先端怖いもんだって。あー、ケイトだね。色合いケイトだね。こんな感じ。イエーイ。そしたら、びっくりする先生だね、シャイマーシャドウさんに。ノーズシャドウはこの一番暗い色。え、アイシャドウで？え、そう。アイシャドウでやってるの？やってる。これとシェーディングの色混ぜて。だからかっこいいんだ。なんで？でぼかしてるよね。違う、まだまだ始まったばっかだから。なんか違う。量かな。めっちゃ綺麗に。なんだけど。めっちゃ綺麗。次こちらの。ハイライト、やっぱりシェーディングを入れた分ハイライトで浮き出させていく。それはい、できた。シェーディングも入れてますんです。そうですね。なんかモノマネメイクとかされてます。違うの、まだあるの。そしたらリップを追加していきます。追加するんですか。追加します、ね、ここから。はい、ちょっと前向いてみて。おお、よかった。やってる。めっちゃいい。こんな感じになりました。ポイントはアイライン長め、ベースメイク分厚く、あとシェーディングとハイライトたっぷり、リップは2色重ねです。イエーイ。私はライブの時はいつも目が青なんですよ。
なので青いカラコンから先にスメイクじゃないんですけど持ってきたので、青なんだ、青、青です。似合う、猫ちゃんみたいな。そう、すごい可愛い。ディオールのコンシーラーか、アディクションのコンシーラー。懐かしい。で、こういう多分肌がちょっとポツって引き出物出ちゃったら、その中心に置くんじゃなくて周りに一回置きます。周りに置いて。めっちゃ白いわめっちゃ白い。いいんだよ、隠れないかも。ハイライトになっちゃうかもしれない。もう綺麗になった。読みがね、読みがね、だからだけど、すごい肌。これも一応ブルベ用の、やばいよやばいよ。でもね、触ってみてほしいの。めっちゃサラサラ、やばい。これだいぶね、本当にめっちゃ炊き汗かいてもすごい全然よれないから。でも今んとこ別に浮いてもないし、ほんとこのぐらいです私いつも。ささっと塗っちゃうぐらいで、このチフレのこのぼかすやつでここ入れて、どこに入れんの？なんか全部つなげないで、こんな感じですね。おー、鼻ができた。余った、マジで。ノーズ余ったやつで描いてる。そうなんだ。終わりです。そしたら梅田袋のリネットを通して、結構私下梅田袋でラメとか使ったりとか、上からちょっとキリキリになってきた。目がさ、結構もうさ、ぷっくりしてきた。ぷっくりしてきた。目ぷっくり。やばいやばいです。はい。でもアイラインいってます。マジ？でもアイラインと、私はもう跳ね上げ一択なので。じゃあ響きだ、ちょっと待ってこもう結構火入ってきたよ。気づかない人いるんかなでマジで私のポイント、おお、響きじゃん。私じゃない？めっちゃ似合ってる、めっちゃ可愛い。響きじゃん。めっちゃ可愛いんだけどこれマスカラ？マスカラ。下地とマスカラを塗る。下地を塗るのね。私はボリュームよりロングタイプなので。もうメイク終わんの？ルナこんなまつげ長いなら、もう普段からギャンギャン上げた方が良くない？え、普段からまつげ上げた方がいいよ、こんぐらい。でも上げるのめんどくさいんだもん。で、これでハイライトと下のラメ塗って唇塗ったら終わりです。あと、今頑張ってる。すげえ。あのマットなベースなので、基本ハイライトで全部ツヤ足してるって感じ。これを入れてちょっと唇ぷっくり。じゃあ可愛いよ。いきました。めっちゃいいじゃない。ではみかんルナのメイクを神楽響きにやっていきたいと思います。私のカナコンを見てみましょう。やばくない？めっちゃ茶色やん。めっちゃ茶色。こちらのオレンジ、まずマットの方をがっつり塗っていきます。圧が強いんだよ。オレンジだね。響きのオタク、オタク気づくかな、今日特典会で。おお。ピンクじゃない？めっちゃオレンジやん。めっちゃオレンジだね。似合わなくないよ。あの私はあの跳ね上げじゃなくて、目がもともときついから垂れ目にしてるんですよ。やだよ。おお、ルナだね。見て、このメイクがしたい。何なのこれ。でここで涙袋がこれやるの？マジ？だって笑って2位はやばい。ね、やばいよ。これ大きい粒子のキラキラのラメを、え、まだラメ塗るの？そう。いいよ、塗りすぎだよ。2種類使い。目頭が細かい粒子で、黒目の下が上が、おー、かわいいね。やばルナでしょ。こんな垂れてるのいつも、うん、こんな垂れてたっけ、わざと。うん、わざと垂らしてるよ。で乾かしてる間にとりあえず1本塗りたいと思います。終わりだよ、終わり。このレンジ、はい、茶色いので口角を作ります。え？るんだ、口角を。それで、まあ、茶色、全然肌の色違うね。シェーディングです。チークもするんだっけ？私がしないものばっかりだ。こっちの方に似合ってる、似合ってる。ルナがあまりにも私のメイク綺麗すぎて、私が似合ってる、似合ってる。似合ってなくていいんだ。なんかすごい優しい女の子に見える。心は強いかも。優しいよ、もともと。キムキは似合ってる、似合ってるよ。
おい、バレるかな。で、あのマスカラです。なんかお姉さんっぽい、なんかめっちゃうじらない、かわいい、嬉しいよ、このメイクです。本当？見てください、できました。全然違うんだけど、え、ルナじゃん、ルナなんだけど、目やばくない、こんな、こんな、え、ルナのメイクじゃないこれ、かわいい。ちょっと何これ、カラコン出てます。ということで次はミルがヘイトにメイクしていきたいと思います。イエーイ。もうすでにね、緑のカラコンをしてもらいました。怖い、ミルのメイク。私は眉毛から描くんで、眉毛を描こうかな。ベージュ眉毛、アイシャドウを塗っていきます。まずね、ベースにこのキラキラを仕込みます。やば、マスクのラメラメを仕込みます。ほぼ茶色やん。おぉ、キラキラじゃない、ちょっとブラウンになった。マジで今日これでライブ出ないとかも。でも私の濃い日のメイクにしてあげるよ。ミルはキラキラとか使うんですか？使いますよ。あ、使うんですね。ポイントミルのは、はい、涙袋の描き方はこの濃い色を使って涙袋を描きます。お、涙袋を出さして、私も濃いめにしています。二重のラインの延長を描きます。お、私は、おー、なるほど、二重を延長させていく、無料整形ですね。はい、アイラインを引きます。垂らして流すみたいな感じ。私は取っときました。わかった。意外と長そうで安心した。マスカラをしていきます。はい、アイドとモーズシャドウやってます。普段ね、持ってるのにあんまり使わないで手で塗っちゃうんですけど、顎先、涙袋もハイライトで。ちょっと待って、企画がやる。ハイライトで、上見て、上見て、でっか、おお。涙袋塗るのにこれやばいし。は、あの唇の下に塗ります。へ、唇がね、ぷっくり見えます。最高。あんまりね、見えないんですこれが。うん、じゃあチークを塗ります。え、初。ちょっとね、ブラウンっぽい感じのチークみたいな感じで、でこの上のこの塗ったハイライトとちょっと混ぜます。そしたら最後にこのブラウンっぽい赤っぽいリップを塗ります。うん、甘い。黒目の下にね、ちょこちょんちょんってやります。これもゴールドラメです。私目の上にものせます。ですね、これをあの二重幅の上に塗ることで瞬きをするときらめくっていうね、おことになってるんですよ。はい、できました。見ていいですか、せーの。おお、あ、でもいい、お人形さんみたいじゃない。思ったより、思ったより盛れてる。イエーイ。ちょっとオレンジっぽい感じの色にギョロッとした目玉となっております。え、ラメがさ、すごいでか、あのラメがほら、ここが見て、瞬いてる時に、あ、そう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 、ここ遠い方が見えるかも、なるようにラメを入れるのがポイントでーす。はい、それではこの後もうあと5分ぐらいでライブなんですけれども、果たしてオタクはシャッフルしたメイクに気づくのか、気づくはさすがに、これは、いや、これは気づくと思う。気づかなかったらちょっと愛が足らないんじゃないですかね。で、ホロンっぽくなっちゃったね。小学生だって、花矢印だから気づくよね。見て、この赤リップ、やったことないよ。逆に足りないんですけど、リップが。このチークは何なんですか。ライブ挑んでいきたいと思います。絶対に気づけよ。行ってきます。お知らせになりますか。あのさ、はい、みんな私たちのことさ、もうみんなさ100回以上は見てるわけじゃん。そうだね、見てるわけじゃん、見たことあるじゃん、絶対見たことあるじゃん、ね、みんなあの見てる、ね、今日ね、変わったところあると思うんですよ、私たちに変わったところがあると思うんですけど、近づいて、何変わったところありますよね。何ですか、何ですか。性別。バカか、バカかい。何だったっけ、男だった、性別違いますね。分かる人いますか。もっと前です。
方います。痩せた。いや今企画でさ、全員ね、オタクの差し入れだけで生き延びれるかってやってるけれども、違うよ。違います。女の子とか、みんな女の子とか気づくかもしれない。あ、何かわかる。女の子わかるかも。そうよ。